スタイルの「木」「坂口安吾。私がヒロポンという薬の名を聞いたのは56年前で東京新聞の Y 君が聞かせてくれたのである」「その時は二日酔いの薬という Y 君式の伝授で社のモサ連中が縮水に用いてレイゲン新たかという効能がついていた」「けれども」 当時はそろそろ酒も姿を潜めてめったに祝水もできない世の中になりかけていたからヒロポンのお世話になる必要もなかったそれから12年して仕事にヒロポンを用いているという2人の男にぶつかった南川と荒政人だ。南川がヒロポンというのは話がわかるが荒政人さひとヒロポンは取り合わせが変だ ヒロポンが顔負けしそうだけれども彼は女房女中に至るまでヒロポンを飲ませて家庭の能率を上げるという奇妙な文化生活を楽しんでいるのだそうである。当時は戦争中で私は仕事もなく酒もなしという状態でヒロポンのごやっいになることも少なかったが時々は祝水に用いたこともあって私の祝水と来るとどう思うだから。 定量以上ガブガブ飲みちょうど居合わせた長畑医師にいさめられたことがあるその時エフェドリンに似た成分の薬だということを教えられたそのうちに空襲となり薬屋にヒロポンの姿もなくなり今度が戦場になったというような時にヒロポンの必要がありそうだと考えていると私の兄が軍事会社にいるものだからその薬なら会社にある 夜行に強飲に飲ませているのだ。と言って、持ってきてくれた。ヒロポンが五粒に胃の薬を混ぜて一服になっている。私の町が焼け野原になった夜。焼夷弾が落ち始めた時、このヒロポンを飲んだ。どうにも眠くて仕方がないからで、戦争中は、私は実に眠かった。そのヒロポンのせいだか、 私は妙に怖くなかった。頭上で焼夷弾がガラガラやるのを軒の下から眺めて四方の火がだんだん迫ってくるのを変な孤独感で待ち構えていたのであるホープの編集記者の新ニ見ニという人が元来心理学を専攻した人で戦争中航空隊に属してヒロポンの心理反応を取り扱い特攻隊にヒロポンを用いるつもりであったという 多少は度胸をつけることは私も実験済みだが、この新見市のヒロポンの知識は専門家だから大したもので、私は2時間にわたってヒロポンの講話を賜ったが、あんまり専門的な話だから、感心しながら、みんな忘れてしまった。ノートを取っておけばよかった。その時、ヒロポンは、元来も非中毒の薬として発明されたものだということを知った。 そのうちに覚醒剤としての効能などが分かってきたのだそうである船酔いなどにも酔いそうだとにかく聞くこれを飲めば10時間は必ず眠れぬその代わり心臓がドキドキし汗が出る手が震えるいろいろとにぎやかな副産物があって病的だが仕事のためには確かに良いから 自然、乱用してしまう。小田作之助がヒロポンを乱用していた。彼は毎日ヒロポンの注射をして仕事にかかるのだが、毎日というのはよろしくない。私は、仕事の日と遊ぶ日を別にしており、仕事の日は仕事だけ、遊ぶ日は遊ぶだけ、というやり方だからヒロポンは毎日用いてはいない。もっとも、 キロポンを用いて仕事をすると、三日や四日の徹夜ぐらい平気の代わりに、いざ仕事が終わって眠りたいという時に、眠ることができない。眠るためには酒を飲む必要があり、キロポンの効果を消して眠るまでには多量の酒が必要で、ウイスキーを一本半か二本飲む必要がある。原稿量がウイスキーで消えてなくなり、足が出るから、 バカげた話で私は要するに全然お金を儲けていないのである。織田のヒロポンは毎日だから、ひどかった。毎日ヒロポン、仕事、遊び、ヒロポン、仕事という順序で区切りがないから不健康だ。織田のヒロポンは注射だが、私は、注射は好まない。第一回目だけ、よく聞く。打った途端に頭が澄んでくるから、 バカに聞くように思えるけれども、一時間もすると、ぼやけてくる。二本目を打つ。もう、さほど効かない。飲む方は、すぐは効かぬが、効果が持続的だから、私のように、仕事は仕事だけまとめてやる、というやり方にはこの方に限る。どうしても飲みすぎて、顔色はそうしろとなり、汗は出る、動きは打つ、どうも嫌だ。 もう飲みたくないと思うけれども仕事の無理を聞かせるためには飲まざるを得なくなってしまう「新鳥と改造の新年号」の小説の時はひどかったどっちも丸4日間一睡もしていないそうかといって書き上げても酒を飲んで泥酔しなければ眠ることができないので「えー、ママよ死んでもいいや」と思って。 銀座のルパンウイスキーを飲みに出かけたものだあの日の心臓の動きはひどかったので途中でぶっ倒れるような気がして仕方がなかったのであるその日小田が昨日か血したということを聞いたのである石川淳が酩酊していて小田はか血したから好きだか血するやつはみんな好きだ死んでしまえばなお好きだ 石川四季のことを叫んで立ち上がってふらふらしていた石川淳太の太宰治というヒロポン型の先生がヒロポンを用いておらず荒政人だの私のようなのがヒロポンを乱用しているのは華々しくスタイルを裏切るものだから私もヒロポンはやめたいと思っているのだが近頃は万事スタイルの混乱時代で先日代々木の街頭で 俺がこの道を歩いていると誰でも共産党だと思うだろうな、と言ったら、友人のわく、さにあらず、共産党はみんなおしゃれだよ。とても、身だしなみがいいんだ、という話で、私みたいのゴロ洋服、頭髪ボウボウは共産党にもしてくれない。よってヒロポンを飲み、スタイル混乱期のお付き合いをしているような次第なのである。